タスク TV。 ズルズル。どうもタスクです。今日から私エモタスクが毎日ラーメン健康生活をやっていこうと思ってるんですけれども、最高かよ。ではこれから毎日ラーメンよろしくお願いします。でもすするはどうしたんだよ。え、タスク TV っていうかラーメン、すするラーメン、すすってー、すするラーメンやめへんでー。てかタスク TV めっちゃ見たいわ。これからもラーメン毎日健康にすってください。ありがとうございます。頑張ります。すする TV。 ずるずる。どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、いつもすする TV をご覧くださっているズルズルズの面々、本当にありがとうございます。毎日ラーメン健康生活2000日目を迎えまして、私すする、なんと結婚いたしました。いろいろと環境の変化はあるんですけれども、今後も元気に毎日ラーメン健康生活アップしていきたいと思っておりますので、皆さん今後とも応援のほどよろしくお願いします。そしていつも100回区切りのね、茶番に付き合っていただき本当にありがとうございます。そんなわけでいきなりのスペシャルゲスト、江本タスクさんからのタイトルコールをいただいたところで、埼玉屈指の二郎系ラーメンを提供するあのお店の新店舗ができましたということで、こちらです。ドン。 JR 大宮駅から徒歩3分くらいのところにありますラーメン高野目大宮店さんにお邪魔してます。こちら高野目さんはすする TV でも何度か行っておりまして、2015年創業のお店ということで、私すするとなんと同い年でございます。現在は埼玉草加の本店、そして川口店、さらに東京にも蒲田店がありまして、満を持してこちら埼玉の一大都市大宮にもオープンしたということで、食べるたびに進化する二郎系の一杯を噛みしめつつ、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。埼玉県 JR 大宮駅、今回訪問するラーメン高野目大宮店さんはこの JR 大宮駅東口北から徒歩3分のところにあります。コリスのトトちゃんが目印です。さあ、というわけでオープニングでの茶番劇も終わったところで、本日僕はですね大宮駅に来ております。まあ、大宮といえばね、埼玉県でもかなり大きめな、まあ、都心と言っても過言ではないんじゃないでしょうかみたいな、結構大きめな駅で結構人通りが多い感じですね。で今日めっちゃ風が強いです。まあそういうわけで、早速ね本日のお店高野目大宮店さんに行っちゃいましょう。東口北を出るとすぐ見えるすずらん通りの中を通り、東口南もあるのかななんて物思いにふけります。ちなみに大宮には吉本の劇場があり、あの大宮セブンもここを本拠地としています。そんなことを話しているうちにお店に到着です。大きな看板の高野目さん着きましたんで、早速がっつりと吸っていきましょう。レッツゴー。おう。さあ、ラーメン高野目大宮店さん、初決戦です。今回はラーメン小に豚1枚と味玉がついてくる豚玉、うずらと紅生姜、さらにネギと生卵をプッシュしました。かなり食券が大量になってすんごいことになっていますが、無料トッピングのコールは、じゃあ全部でお願いします。野菜、ニンニク、油、唐揚げの全部でお願いしました。自らの復活を祝して意気込みながら待ってた。こちらが高野目大宮店さんのラーメン小各種トッピングです。うひょー。多数トッピングを注文したこともありますが、このビジュアルにはテンションを上げざるを得ない。どでかい豚や唐揚げの赤いアクセントも食欲をガンガンそそってくるぞってことで、いただきます。ではまず野菜から。ぬはーん。ほんのり味のついた油とちょいくた気味の野菜、そしてトッピングしたネギは刺激が強すぎず程よいアクセントを添えてくれる。前菜の時点でこの幸福感、次は一体どうなってしまうんだ。さあ、今度は大判の豚を持ち上げガブリと食らう。ドホーン。分厚いのにふわりととろけるような柔らかさで、脂身の乗り具合も程よい一品。これなら川口オートレース場の支部長若井友和選手も喜んでくれるでしょう。さあ、卓上のタレをかけてまだまだ野菜を食らう旅は続いていきます。下の方になってくると少しスープを吸っていて、その美味しさの片鱗も垣間見ます。そしてこれまで何度か言ってきたと思いますが、二郎系の豚は後に残すときつくなることが多いので、いくら美味しくても早めに食べてしまった方がいいと思います。それではある程度野菜を食べ進めたところで、いよいよ麺とご対面。
せーのでスロー、うん、むひゃん、以前は土乳化濃厚ヘビーな一杯のイメージの鷹の目さんでしたが、微乳化から乳化寄りでバランスが良く、それでいてパンチはしっかりとしていて、すする好みの激うまな一杯に。豚の旨味はもちろん、だしとしての野菜も入れているとのことで、濃厚でありながらすっきりとした風味があり、醤油感も程よく、例えるならばオートレーサーの中村雅人選手のよう。もちろん自家製の麺もこれまたうまく、程よい硬さのわしわしムチムチ食感で、スープとの絡みは抜群。麺をすするとよりスープの美味しさが際立ちます。てな感じで、可愛いうずらをダブルで食らって癒されつつ、後半は唐揚げがスープに溶け出すと上々にホットな味わいに。紅生姜も酸味と爽やかさをプラスしてくれて、後味をすっきりさせ、生卵も醤油感があるスープにバッチリハマる相性。森克幸選手の復帰も密かに祈願しつつ、ラストは出汁の染みた味玉に舌鼓を打てば、本日も完食です。大変美味しくすすれました。来るたびに進化を続ける鷹の目さんのラーメンから、今後も目が離せません。それではごすれ、おう。はい、ごちそうさまでした。いやー、鷹の目さんに行ってきたんですけれども、めっちゃうまかったですね。鷹の目さんにはね、店舗を変えつつ結構定期的に訪問させてもらってるんですけれども、食べに行くたびに前回の美味しさを超えてくる印象で、今回は今まで食べた中でも一番好みだし、美味しかったように思いました。スープは豚の旨味をふわりと感じさせつつも、しっかりとパンチのある乳化スープで、極太のもちもち縮れ麺と絡むとさらに美味しさを発揮する、麺との一体感も素晴らしいスープでした。ふわとろの豚やほんのり味のついた油など全てにおいて抜かりのない美味しさで、鷹の目さんといえば混ぜそばのイメージがあるんですけども、ラーメンもしっかり美味しくて作り込まれている美味しい二郎系でした。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、ラーメン鷹の目さん、二郎系界の中村雅人や、2000回本当にありがとうございます。さあ、というわけでする TV も2001日目を迎えたということで、はい、本日から編集後期というね、こういうコーナーが始まりました。はい、編集組のする TV の編集をやっているノビーとチャルゾー、はい、私チャルゾーです。私ノビーですが、編集とかね、はい、今日の動画について話していこうというコーナーなんですけれども、はい、1分間でね話していこうというコーナーなんですけれども何回コーナーよね、はい、いや今日高鍋さんね、はい、実は私たちも一緒に伺ってまして。そうなんですよ、はい、いやめっちゃうまかったね。めちゃくちゃうまかった、衝撃でした。ノビーさんもだからラーメンをすったんだよね今回は。ラーメンをなんですけど、すすると同じ感じで、はい、コールだけ違うけどね、そういう感じで、サブチャンの方で公開されてますんで、そちらの様子もよかったらぜひ見てくださいって感じなんですけど、はい、鷹の目さんね、うん、いやーすごいよ。天使さんも俺と同い年だから、ね、同い年で天使さんやってる、うん、そうだよ。で何店舗かお店も出して、そうです、もうもうそれであんなうまいラーメン出してる。そう、いやーすごいですね。すごい本当に。埼玉の街も良かった、大宮の街も良かった。面白かったですね。大宮セブンのね、吉本にもいい、あ、やばい、もう時間がないけど、また次回見てね、よろしく、よろしく、明日もよろしく。